はい、のんち TV 始まりました。全国のドラマファンの皆さん、こんばんは。 D のんちザワイズです。はい、今回は、ラジエーションハウス2の第1話について3分ほどで話したいと思います。はい、とうとう始まりました。あのラジエーションハウスのシーズン2です。はい、ね、今回もね、ラジエーションの最初の、ね、シーズン1の方のメンツがどんどん帰ってくるっていう感じで始まりましたけどもね。なんかラジエーションハウスらしい演出がちょっとなくなったなっていう印象ですが、皆さんどうでした？ね、一つのシーンでこういろいろ絡み合ってくるこの役者さんたちのなんかこう、なんだろう、絶妙なタイミングのあの感じが良かったんですけども、演出家が変わっちゃったんでしょうかね。あのいい感じはちょっと今回はなかったですが、まあ今回はあのメンバーがいなかったからっていうことなんでしょうかね。まあね、今回もね、エンケンさんもいますし、エンケンさんがちょっとね、地方症なんじゃないかっていう心配があって、ああ、なんだ、これ1話でいなくなっちゃうのかなと思いましたが、よかった。セーフ。違いましたね。いやー、びっくりした。そしてね、浜健さん、広瀬アリスさん、そして山口さやかさん、ね、帰ってきましたからね。嬉しいですね。その辺がね、いるといいですね。そして、ね、枠井恵美さんもね、しっかりといて、よかったよかった。で、2になって急にね、あれいないのあの人みたいになっちゃうとね、ちょっとね、がっかりになってね、その辺はいいですね。まあね、浜健さんはね、私と一緒、8月5日生まれということでね、常にね、こう、マークしてますよ、私は。ね、すごいトロンボーンとかめちゃくちゃいいしね、ミュージシャンとしても素晴らしいんですけれどもね、役者も素晴らしいですね。でね、また久保田さんがね、こういい感じですよね。こういう役は本当久保田さんいいですね。そしてあれですよね、お兄さん、高島のお兄さんがね、嫌な役を一気に引き受けていく感じですね、これね。あと鈴木信之さんもね、なんか鈴木信之さん変な殺し屋だったんでね、前回の違うドラマでは、ああよかった、こっちの役いいですねって感じですね。はい、まあ本田翼さんとのね、どうなっていくか、今回はうまく決まってほしいですけどね。はい、それでは第2話を、ね、あの演出を楽しみにしてるんですけどね、期待したいと思います。はい、さて私 D のんちザワイズは、10月の29日に、ハロウィンスペシャルライブみたいのをやりますんでね、ぜひ皆さん10月29日開けといてください。はい、もう壮大なもうハロウィンのステージを作り上げるんで、ぜひ皆さん見てください。そして私のニューシングルね、会いたい時に会わなくていつ会うの、ぜひぜひご購入お願いします。下の概要欄の方にありますのでよろしくお願いします。そしてね、MV もねあるんでね、ぜひ1日に10回は見ていただきたいなと思っております。まだね、あそこはでしたよねみたいなの全然来てない、結構凝ってんだけどなみたいな、凝ってないようでいて凝ってるんですが、いろいろ感想を常に待っております。はい、今日はね、パソコンのね、アダプターっていうのは、ね、なんていうんだろう、電源端のつなぐケーブルがこう壊れてしまった、こりゃ困ったと。したら8000、9000円弱ぐらいして、あー困ったなと、それだったら買い替えた方がいいかな、パソコンをぐらいにね思ってて、ね、一昨日ぐらいからそうなってたんですけど、今日なんと復活してついたんでよかったなと。でもね、こういう時はもうパソコン危ない時ですからね、ちょっと用意しなきゃいけないななんて思っております。はい、そんな感じ
です。それではまた。